カメラマンの横山です。お疲れ様です。で、最近水辺の風景写真をたまに撮りに行くんですけども、まあ今まで撮ってたわけではなくて、まあ家にこのお魚の水槽を作り始めてから、水草とか岩とかのそのレイアウトの参考になればということで撮りに行くようになりました。で、まあ、実は写真歴はまあ、20年以上、アマチュアの時から20年以上撮り続けてるんですけども、まあ、今まで風景写真をまともに撮ったことがないんですよね。で、特に写真業界に就職してからは、プロとかアマチュアとか関係なくですね、素晴らしい写真展とか作品をたくさん見てしまったので、まあ、なんか自分の中の風景写真に対するハードルっていうのが、まあ、ものすごく高くなってしまったっていうのが一つ、まあ、あるんじゃないかなと自分では思ってますね。なのでなかなか敷居が高いなってずっと思ってました。で、自分も水槽をやるまでは知らなかったんですけども、まあ、水槽っていうとよく川の底とか湖の底とかを水槽の中にレイアウトで再現したものだと、まあ、ずっと思ってましたね。で、最近はネイチャーアクアリウムというですね、水槽の中に風景ですとか山岳、それとかですね、まあ、ジオラマ的な、風景をレイアウトするっていうですね、水草とか岩を使ってレイアウトするっていうのが、まあ、あるっていうのを最近知りましたね。で、今それを作ってるんですけど、やっぱり本物の風景見てみないと、まあ、なかなか納得のいくものが作れないよねってことで、まあ、最近よく風景写真撮りに行ってるのはそういうことですね。で、まあ、水槽は幅が狭いですよね。奥行きがそんなにあるものではないので、写真的な表現を水槽の中にしなければ、なかなか自然なレイアウトってできないんですね。例えば広角レンズで撮ったような風景を水槽の中に再現したければ、水槽の奥に行くに従って小さな石とか水草をレイアウトしていかないと、狭い奥行きの中に遠近感って出てこないんですよね。なので、なんか水槽のレイアウトと写真ってものすごくなんか近いなと、まあ、最近は感じてます。で、そんな中まあ、先日東京スカイツリーの下にある隅田水族館に、まあ、ちょっと行ってきたんですよね。で、ここには写真家の天野隆さんっていう方がまあ、レイアウトした大きな水槽があるんで、まあ、すごかったですね。まあ、写真家さんが理想とする風景っていうのがその水槽の中に再現されてて、まあ、ここものすごく綺麗です。水族館っていうとなんかお魚がメインなイメージがあるんですけども、ここは水草とかレイアウトがメインでしたね。で、まあ、そんな感じで自分の水槽を作るために、まあ、楽しみながら今ちょっといろんな風景撮ってみようかなと思って、まあ、こんな感じで撮ってるんですよね。で、やっぱ自然が作る形っていうのがですね、やっぱすごいですね。前回の動画でもお伝えしましたけども、やっぱ自然が作る形ですね、これ頭ではなかなか、まあ、想像
できないものも結構あったりして、うん、やっぱその辺が、まあ、ネイチャーフォトですねの魅力かなって最近本当に思ってます。はい、ということで、まあ、風景写真もですね、水槽のレイアウトも、まあ、まだまだ初心者なんですけども、まあ結構楽しくできてるので、まあ、これからなんか続けていければいいななんて思ってますね。であとはやっぱ自然の中にいるっていうのは、まあ、結構やっぱいいですね。普段まあスタジオなんかで撮ってることが多いので、できるだけ外に出て写真を撮りたいなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。